なんかでも昨日ベトナム人2人入れてたんですけど、大家さんと揉めて。なんでよ。分かんないです。そう。はい、ご苦労様です。盛り上がってきました。動画が。なんでお前たちは仕事まだやってない。トラックに乗ってる休憩中の殺すお前。もう日本世界的問題があるんですよ、ちょうちゃん。はい、また LINE で送っときます。一応動画も撮ったんで。はい、動画も撮った。誰？お願いします。大丈夫、喋ってる。はい、はい、明日です。あ、さっきあ、もう切っちゃったっす。何で？え、すいません、喋りたかったよ、俺。あ、そうですか。ただ喋りたかった。何動画撮ったって。買取でまた来てくれて。あ、また買取来た。大岩さん。あ、同じ人？はい。前の動画出てくれた人？そうです。もうすごいな。よく買うな。何買ってくれた？無視あげるよ。ただ。いや、買いたいなんで使えるのあれ。大岩さん、シートいっぱいあげるんで、もっと買ってください。また来るって言ってました。マジで？あ、結構やってんだね、じゃあ。その動画、ん？インスタ用の動画です。あ、撮ってくれた？撮ってくださいって言われたんだ。何？そう、やったんだよ。そう、インスタもあんまフォロー増えてないな。あ、そう。いろいろ頑張っとんなのかな。お、何やっとんのあいつは。何やっとんのあいつは。変なこと言ってね。何やっとんの。はい。何？ラック作ってます。あ、ラック？カゴが今、足りない状態なので。うん、ラック買えないで。カゴこれだろ。はい、すごいな、材料。もう今、ハーフがすげえぞ、もうこれ。材料屋さんみたいな材料あるやん、もう。うわーっと奥まであるやん。マジ？ほら、すげえわ。でもまた来週で。これ壮観だな、これ。感動のレベル。あ、来週から出るの？いや、また戻ってくるっすね、さらに。なんで、その足場かかってないの？結構、今かかってるやつが忙しいって言ったろ。回収なので回転が早いんか。新築で投資したでな。そう、今ちょうど帰ってきたばっかなんですよ、14階だと。アップアップだぞ。じゃあ本当何億って材料があって、でこいつらが金産むのにここに寝取っても金産まんもんな。でもリース結構出そうだろ。平野君も借りてくれるし。リース欲しいな、リースのお客さんな。そうですね、うん、これ安く借りてくださいよ、これ。表記あるもんで間違えて買っちゃったやつ。間違えて買っちゃったって。ちょっと暑いで休憩所行こうぜ。タコ一本吸って。何これ。ベトナム人が、うん、1回帰ってまた戻ってきて、うん、お土産で、うん、あ、マジ？ベトナムの、うん、待って、説明して。何？何それ。実習生が1回、うん、何すかってやりづらいやってもらったんですか。そうそう、まあいいや、どうでもいいや。美味しそうじゃねえし。美味しいの？一個食べてみようか。一個食べてみようぜ。うん、あ、でも美味しいかも。何だこれ。なんか不思議な味だな。めちゃくちゃコメントしづらい味したんですよ。なんなんかでも昨日、うん、昨日もドバ入っとったの、お前。昨日もドバ、僕じゃないですけどベトナム人2人入れてたんですけど、大家さんと揉めて。なんでよ。分かんないです。そう、何があったの。テロ面白そうじゃん。それはネタだな。確実に。何でもんだ。ご苦労様です。
盛り上がってきました。動画がネタねえかなと思ったんだから。何飲めた？誰が飲めた？京都？もう一人は？と、チュンです。チュン、チュン、チュン。じゃあ朝宇田さん聞いて、ルバ聞いてる、わしとチュン今、昨日ルバおる、で、宇田さん、はい、昨日とばね、はい、自然とばにおった。で、宇田さんがルバ聞いて、なんでお前たちは仕事まだやってない、トラックに乗ってる、休憩するの。で、わしは今7時半だからまだやりません。今、今だったら残業なるよ。で、わしそれでずった。で、おじゃさんは、おい、なんで？早くやってもいいって。いや、わしは、今だったら残業なるよ。わし、8時半から仕事、いつも8時半から仕事やる。で、ああ、そういうことな。はい。休憩しとったわけだろ。8時半から作業だからな。はい。うん、うん、うん。なるほど。おじゃ父ちゃんが、まあ、やべえって言って文句言ってきたんだ。そうそう。それなんでじゃらないよ、帰れ帰れよ。で、わしとちゅんで帰れって言ったよ、父ちゃんが。はい、で、わしとちゅんで父ちゃん7時半来たんだろ。はい、うちの親父が7時半に来たんだろ。7時、何時に来た？7時過ぎぐらいに来たんだ、はい、来ました、はい、で、お前らなんでやってねえんだ、なんサボっとんだ、みたいな感じで。いや、さっきおじゃさんも今日ちょっと早くやってたけど、であの時間まだ7時半から僕まだやってない、8時からやります、30分早くやりますと思ったんだけど、あの時は7時半から。で、私たちまだ休憩してる、朝ごはん食べます。で、なんでお前たちやらない、俺だけやる。あ、父ちゃんもやっとったの？はい、7時半から。7時半からここの、あ、ここの辺やる。お前ら、俺も余計やったから、毎週やんべえって問題だったんだけど、何もやってないのに。お前ら、俺もね、父ちゃんも張り切ってやり始めたんだ。来たとたん働き始めて、で、どうしたの、どうしたの、手出したの、お前。パッと殴ったの。いや、怒ったあれだけ。怒った、何で怒ったの。殺す、お前。はい、言ったの。はい、言った。殺すなーって。で、父ちゃん何言ったの。言ったの、違うっす。おやさんが、あ、おやさんが。父ちゃんが。はい。おやさんが私に、殺すお前。お前殺すぞーって言って。はいはい。そう。で、何言ったの？やってみろって言って。いやいや、わしも何も言ってない。殺すぞって言われても、はい。黙っとったの？いや、わし、その時は何も話さない。無視？無視。あの、ずっとバラバラ言ってたんだ。はい。でも、ずっと知らん顔しとったんだ。優しいな、お前ら。あ、それ、説明もしんかったな。もうすいません、すいません、はい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 、みたいな感じで。無視したんだ。はい、無視した。何の話だ。いかんな、父ちゃんもな、ほんとな、ほんと。で、帰ってたね。で、わし。父ちゃん帰ってた？いや。いや。部屋取っちゃうんです、帰ったっす。あ、もういいわ、帰るわ。はい。で、わしと、チョン・グレイソーさんに電話したら、わし帰るよ。で、わし帰りました。あ、電話したの、誰かに。そうそうそう。あ、こういうふうになった。はい。どうしたらいいですかって。はい。あ、もういいや、今日帰れ、みたいな。そう、でも偉いな、やり返さんかというな。そうです、一緒に。そう、お前なんか若いもんで、やり返したらお前すぐ勝てるだろ、別に。国にも帰らなかくなっちゃうからな。家にお前ら、辛い立場だよな。喧嘩したらお前らが負けちゃうもんな。うん、あ、よう我慢したな、偉いな。ちょっと俺我慢言っとくわ。はい、8時半が、ドバリおる場合はない、8時半スタートな。基本的に。そうですね。父ちゃんもなんか張り切ってやったけど、普段やってないだろ、誰もいなかったら。ここで携帯触っとるだけだろ。俺、この月曜日に、この隠しカメラ設置して、父ちゃんやっとるから、チェックしたから。絶対やってねえぞ、7時半な。誰もいないだろ、月曜日。月曜日はいないんです。父ちゃん一人だろ。ドバないです。それチェックしたら、絶対父ちゃん。面白いじゃん、面白いじゃん。なあ、なあ、絶対サボっとるぞ。なあ、ね、お父さんも、お給料ないよって。サボってたよ、お前。僕は見たよ、あなた給料ないよ。私たち帰って給料今日なかったから。もう気にすんなよ。まあ、多めに見立ってくれんば、父ちゃんもな。まあ、言うこと言ったらいいで、ね。まあ、手だけは出すなよ。あ、もう、わーって言ってくるで、アホだもんね。殴ってみー殴らせたね。あ、知りたくないだろ、もう60歳。バーンってやったって、言ってられないだろ。殴ってきたらちょうどいいや、殴らせろ。
面白い動画になる。けど釣り方にすんだよ。けど釣り方にすんだよ。いや、父ちゃん殴らせよ。だから面白いじゃん。殴れ、殴れ。出してくるさ、タップタンチョで。下手別で。月曜日の日を朝8時ぐらいとか、一人で。お母さん来る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 。全部撮っとったるで。いや、トラックの中、下駄ずっと見てる。絶対お返しします。もう日本世界的問題になるんですよ、父ちゃん。日本のなあ、修正結局暴力か。いや、後ろの父ちゃんやらしくれるわ。いいか。はい、じゃあ本日マジ修正問題ね、いろいろありますけど、まあ、楽しくやってる仕事は一緒だったんですけど、うちでは実習生と特定技能もやっとるんだって、ぜひ、まあ、結構今やっとるの100人、200人とか使ってるらしいよ。そう、利益生んできてるの、うん、まあ俺1円もらってないよ。俺理事長だね。理事長、結構しっかりした、ね、女性がやっとるので、ぜひまた追いかけてください。よろしくお願いします。せーの、また見てね。